望人のひとみさん、こんにちは。ああ、しょっぱなからなかなか攻撃的ですね。今日は何の文句ですか？何よ、その言い方は。まるで私がいつも文句ばっかり言ってるみたいじゃないの。違いましたっけ？じゃあ今度のマウントは何マウントですか？それも失礼でしょ？すみません。いつもそんな感じだったので、誤解でしたか？やっぱり貧乏人って口が悪いのね。やだやだ、貧乏って怖いわ。やっぱり文句じゃないですか。私の誤解じゃなかったみたいですね。そうやって悪い言葉ばかり出てくるって、やっぱり貧乏人だから？育ちが悪いのかしら？そうやって他人の経済状況に口を出す方がよっぽどどうかと思いますけどね。貧乏貧乏って失礼じゃないですか？私たち家族のことを一体どれだけ知ってるって言うんですか？知らなくても見てればわかるわよ。貧乏臭さって見た目に出ちゃうのよね。ああ、本当に哀れな家族だわ。失礼の極みですね。もう相手してられないんですけど、要件は何？私の家の残飯でも分け与えてあげたいわ。話聞いてます？それに、トミコさんはまだ引っ越してきたばかりだし、どうして私のことをそんなに見下してるのか、正直さっぱりわかりません。この地域はお金持ちが多いと思って引っ越してきたっていうのに、なんであなたみたいな人が同じ幼稚園なのかな？ボロ屋に住んでる貧困層が、私の娘と同じ幼稚園に子供を通わせてるなんてね。身の程ってものを知らないの？はい。ボロ屋に住んでるって何の話ですか？一体何を知ってるって言うんですか？うちの娘がひとみさんちのミサちゃんに聞いたって言ってたわよ。家の周りには動物がいるらしいじゃない。いつも動物と遊んでるって言ってたけど、そんな山奥にでも住んでるんですか？山奥には住んでませんけど、確かに動物はいますね。貧乏だから自給自足の生活でもしてるんじゃないの？家で採れた野菜を食べてるっていうのも聞いたわよ。共働きなのにそこまでしなきゃいけないって、本当に貧乏なのね。トミコさん、何か勘違いしてると思いますよ。共働きって言うだけでお金に困ってるんだろうなっていうのはすぐにわかりましたけどね。共働きをバカにして見下すなんて、この時代なのに遅れてると思いませんか？周りにもたくさん共働きの家族はいると思うんですけど。私は専業主婦です。夫の稼ぎがいいからね。それは良かったですけど、それぞれの生き方がありますから、自分の価値観を押し付けない方がいいんじゃないですか？私は仕事をしないことで娘との時間を最大限にとってるんです。共働きだとそんなことできないんじゃないですか？確かにそれは懸念ではありますけど、トミコさんいつもカナちゃんを家に置いたままショッピングに出かけてるって噂になってましたけど違うんですか？他人の家庭に口出してくるの？それまさにこちらのセリフなんですが。そんなことより今度誕生日会やるらしいじゃないの。貧乏人のくせに誕生日会はやりたいのね。失礼ですね。一応かなちゃんも同じ幼稚園で同じクラスですし招待しましたけど、トミコさんも来たければぜひどうぞ。私が貧乏人のボロ屋になんて足を踏み入れるわけないでしょ。貧乏がうつる。貧乏を病原体か何かだと勘違いしてます。共働きだからどうせ貧乏人だし、ボロボロの家に住んでるんだってわかってんのよ。完全に決めつけてかかってますね。それならそれでいいですけど、じゃあかなちゃんととみこさんは娘の誕生日会を欠席ってことでいいですね。それだけじゃないわよ。今度は何だって言うんですか。私も暇じゃないんですよ。手短にお願いします。共働きの貧乏人の娘を自分の娘と関わらせないでほしいんですよね。はあ？ミサちゃんは貧乏なんだから、うちのカナとはもう遊ばせませんから。カナだってあんたたちみたいに貧乏になれちゃったらもう終わりでしょ。うちとあなたたちは生活のレベルが違うんですよ。少しはそれを自覚したらどうですか？子供たちのことにまで口を出そうって言うんですね。そっちがその気ならわかりました。貧乏人は貧乏人同士でつるんでればいいのよ。この地域からも出ていけば？
富裕層が多いはずの地域で、あんたらみたいなゴミくず家族がのさばってたら、この辺の評判まで下がっちゃうでしょ？すごい言いようですね。まあ確かに、富子さんの生活とうちの生活は少しレベルが違うかもしれませんね。やっとわかったの？自覚したらさっさと出て行きなさいよ。うちの子には関わらないでね。勝手に言ってればいいのでは。貧乏人の家での誕生日会に娘は行かせないから、ボロ屋には行かないから、我が家は欠席で。了解。料理人に伝えとくね。え？料理人って何よ。母親でも料理人として家に置いてるってこと？ああ、違いますよ。うち料理人が常駐してるんで、誕生日会は盛大なパーティーになるから人数確認しておこうと思ったんで。でも、富子さんたちは不参加ってことで了解しました。は？料理人が常駐してるって？そうだけど何か？幼稚園の他のご家庭はみんな参加してくれるみたいだけど、かなちゃんはかわいそうね。理解のないママで。何言ってんの？どういうこと？全然理解できないんですけど。あれ？富子さんは知りませんでしたっけ？私も旦那も二人とも経営者なんですけど。え？経営者？二人でホテルのグループを経営してますよ。は？ホテルのグループ経営？富子さんは引っ越してきたばかりだったから知らなかった？もうこの辺ではみんな知ってることだけどね。ちなみに、富子さんの旦那さんもうちの系列で働いてるはずだけど。え？そうなの？むしろうちの弟が直属の上司に当たるはずだけど、旦那さんから聞いてない？旦那とは最近あんまり会話がないから知らなかったけど。旦那さんは引っ越してきた時にすぐに挨拶に来てくれましたけどね。富子さんはいつも一人で SNS に投稿するネタ作りのためにショッピングに行ったり高級レストランに食べに行ったりして、家にほとんどいないって嘆いてましたよ。え？そんなことまで話してたの？あなたが私に言ってきたことを旦那さんが知ったら、さすがに怒るんじゃないかしら。それはまずいかもしれないわね。とりあえず言わないでもらっていいですか？それって、私に何かメリットありますかね？ほら、私たちママ友だよね。私はひとみさんがお金持ちなのを知らなかったわけだし、むしろ言わなかったそっちが悪いでしょ？だから私は悪くないし。すごい責任転嫁の仕方ですね。というわけで、私とカナも誕生日会に招待してくれますよね。ボロ屋には来たくないんじゃなかったですか？ボロ屋じゃないんでしょ？流れ的に。この地域で一番の豪邸という自負はありましたけど、幼稚園の裏にある山を所有しているので、その中に豪邸があります。え？山ごと所有してるの？家は祖父のものなので、多分結構立派だと思いますよ。ちなみに、山で動物に囲まれて過ごしているのではなくて、敷地内に農場があるので、そこで店は動物と触れ合うことも多いってことですよ。農場まで？どんだけ金持ちなのよ！思い込みって怖いですよね。勝手に貧乏人のレッテルを貼られてゴミクズ家族とまで言われたこと、今後も私は忘れないですよ。そんなこと言ったっけ？誤解じゃないかな？慌てて LINE 送信取り消ししても無駄ですよ。もう全部読んだし、念のためスクショも撮りましたから。なんで？そんなことしなくていいでしょ？こんなにバカにされて見下されたこと今までの人生でなかったので、思い出としてスクショを撮らせてもらいました。たまに見返して思い出そうと思います。よく趣味すぎるでしょ？ちなみに、富子さんが不参加の誕生日会ですけど、前に富子さんがファンだって言ってたアイドルも来ますよ。え？うちの娘もファンらしいので呼ぶことにしました。冗談でしょ？そんなことできるの？ちょっとしたコネを使えばいけますよ。まあ、富子さんが彼らに会うことはなさそうですけどね。ねえ、ひとみさん。私たち誤解があったと思うのよ。今後は仲良くしましょうよ。子供たちだって仲いいわけですさ。うちの子に近づくなって言ってませんでした？そんなこと言うわけないじゃない。少なくとも、あなたには近づこうとは思いませんよ。ここまで非常識な人間と関わることにメリットが感じられませんからね。ごめんなさい。でもそこまで言わなくてもいいじゃないの。お願いよ、アイドルに会いたい。非常識な他人のお願いを聞くほど心が広くないんで、お断りしますね。
そんな超豪華な家でリーチな誕生日会をするなんて知らなかったのよ。いいでしょ、私も参加していい？かなちゃんはともかく、とみこさんはお断りです。もし押しかけてきたら門番に追い返してもらいますよ。警察沙汰にならないようにやめといた方がいいんじゃないですか？そんなこと言わないでよ、私たち友達でしょ。え、違いますけど。そんな非常識な友達は持った覚えないですね。これからは友達になろうよ、いいでしょ。友達の意味を履き違えてるみたいですけど、あなたが誰に対してマウントしてるかもわからないままマウントし続けた結果ですよ。貧乏人って呼んでた相手がお金持ちだったって知ってどんな気持ちですか？これに懲りたらすぐにマウント取ろうとするのをやめた方がいいかもですね。まあ今後はマウント取りたくても取れないでしょうけど。え？どういうことよ？旦那さんがあなたを許してくれるといいわね。まあ一人になっても人生頑張ってくださいね。ボロ屋に暮らすことになるのは果たしてどっちでしょうね。共働きのひとみさん一家を勝手に貧乏と見下し、ボロ屋に住んでいると決めつけて、ひとみさんの娘さんの誕生日会を娘ともども欠席しようとしていたとみこさんでしたが、ひとみさんと旦那さんは会社経営者で、家は超豪邸で料理人も常駐しており、ゲストに芸能人も来る超リッチな誕生日会だと知って大慌てで手のひら返しをすることになったんだとか。しかもひとみさんの関連企業で自分の旦那さんが働いてることを知り、すべての行動が旦那さんに筒抜けになってしまい、さらにピンチ。とみこさんはなんとか挽回を図ろうとして無理やりひとみさんの家を押しかけたそうですが、門番に追い返されそうになって暴れた結果、警察を呼ばれて連行される事態に陥ってしまったんだそうですよ。旦那さんは怒りを通り越して呆れてしまったらしく、今まで子供を放置して出かけていたこともすべて言及され、とみこさんは人間性を疑われて離婚を突きつけられたのだとか。結局子供の親権も持っていかれて、すべてを失うことになってしまったみたいですね。周りにマウントしまくっていた優雅な専業主婦生活は終了し、旦那も子供も失い必死に働く生活がスタートしたんだそうですよ。とみこさんは大豪邸のある町で生活するのは辛いからと引っ越して、二度とひとみさんの前に姿を現すことはなかったのだそうです。今はどこで何をしているのか誰も知らないみたいですね。いかがでしたか？今回の物語の主人公ひとみさん、とみこさんのことを道端の小石ぐらいにしか思ってませんでしたね。マウントされてる会話自体後で楽しもうだなんてなかなか言えないですよね。この動画が共感できると思った方はぜひ高評価で教えてください。またそう思わなかった方は自分だったらこうするのになど、あなたの意見をコメントで教えてください。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。